とどわら下戸したとど松の残骸とど松の枯れ木とどわらは、北海道東部の根室振興局の付け郡、別海町の野付半島にある、立ち枯れたとど松林の跡である。同じく、野付半島内にある、奈良原についても投稿で述べる。立ち枯れたとど松の残骸が、湿原上に立ち残り、荒涼とした、得意な風景を形作り、観光地となっている。 のつけ風連同立自然公園に含まれる。その成立は、差し状の戸ど松林が海水面上昇ないし地盤人口に伴う地面の浸食により固死したものとみられ、1954年の東山ル台風が固死を加速したとも言われる。ほとんどは樹齢100年前後の戸松であるが、それよりやや古い映像松も混じる。年々普及した戸松の枯れ木が風化。 消滅しつつあるため、いずれは何もない出現と化すと予想されている。オホーツク海に向かって湾曲しながら突出する全長2 6トルの細い差しである野付半島の半ばから突端にかけて位置する。道道955汚染沿いの野付半島ネーチャーセンターから徒歩30分程度だが、途中まで有料のトラクターバスの利用も可能。木道が設けられており、 散策可能。野付湾を挟んだ対岸の別海町を大沼から観光船で渡ることもできる。周囲は北海道特有の花々が咲く貴重な原生花園となっており、6月から9月が見頃。同じ野付半島の戸戸の北には、立ち枯れた奈良の木の林理土である奈良らもある。こちらは戸戸に比べれば普及が進んでおらず、古木が原形をとどめている。 ならわら、ありがとうございます。